どうもジギビです。どうもジギビです。やってきましたね。やってきましたね。来ましたね。どうしたんですか。なんか元気ないですけど。ちょっとわかる。やっぱ俺そげてるでしょ。で、まあ路上の旅やってます、はい、ね。で1日目西船と、バラキ中山、うん、行ったよね。西船で俺らやる前に止められて、でもこれ無理ちゃうかって、うん、でピーに相談したところ、バラキ中山行けるんです、はい、すぐに。まあまあその時点で鬼よ。でその後にあのバラキ中山行ってたから、はい、でやるけどもうほんまに人おらんのね。たまーに電車がこう通って帰る人がちらーっとおるだけ、うん、そんな中で路上ライブできると思いますか。ね、もうここ皆さんに問いたい、皆さんに問いたい。でそれで俺ちょっとしょげちゃったよ正直ね、はいはいはい、もうこんなんもう無理やっつって帰るっつって先日それを報告したわけよ、はいはいはい、ね、じゃあめちゃめちゃ怒られたね。びっくりした。いやお前なんで帰んねんと、鬼かって。まあそういうのがあって今ちょっとまあテンション下げ目なんですけど、はい、切り替えてやっていきます、うん、はい、切り替えましょう。もうちょっと切り替えていつもでも、はい、やっていくんで、はい、第2回目路上の旅、はい、まず僕らジギー B がですね、はい、全国の、駅を路上ライブで回ってあげたいと思います。本当にね、行きましょうということで、ジギー B が路上ライブで電車で GoJR で DG 始まりました。2日目でーす。さあ今日はですね、続きまして、うん、今東西線からスタートしてんねんけど、はい、西船橋バラキ中山、次はここでーす、妙です。妙殿駅、はい、まあ妙殿ね、今ちょっと軽く見てきたところまずねやれるとこないね。ここでまたちょっと厳しくなるけど、しかもね、うん、ちょっとやれそうなとこあんのよ。その前にはすぐに交番があったね。でももうね、全国の駅でやるって決めちゃったから、そうね、うん、とりあえずちゃんとデータには残さないといけないということで、うん、ここで頑張って旋風巻き起こします。行きましょう。本当に俺は妙殿でロックリーンやるわ。いやいやいや、ほんと聞いて俺は妙殿でロックリーンやる。いやマジで頑張りましょうか。頑張りましょう。ほんまに俺は妙殿でロックリーンになる。ロックリーン絶対ロックリーン。この葉大旋風、この葉の大旋風を巻き起こしたのかと思ってるんで、はい、今日妙殿で頑張っていきたいと思います、はい、それでは2日目始めましょう。レッツゲットスタート。イエーイ、行きましょう。前髪でいた12巻セットの DVD も1日みんな虫。変態やん。めっちゃ踊るじゃん。めっちゃ変態。無理。どうでした。何がよ、見てよ。ちょこっと人も通ってたでしょ。ガン虫やね。結構そこそこ歌ったつもりやってんけど、ガン虫や。ちょ見て、お猿。はい。かわいそうな人間の。三連敗。ほんま正直なこと言って、うん、やめたい。やめたい、もう。ほんまに嫌や、もう。一回ちょっと相談する。あ、オッケー。大丈夫ですか。もうなんやねん。なんやねん、なんでそんな怒ってんの。チンピラかお前らは。絡みたいだけやろ絶対。そこそこ傷ついてんだよ俺マジで。ほんまになんで夜にサングラスしてるんですか。これは、はい、キャラ作り。目ちっちゃいからあんまり見せたくない。中継見してみて。うるさいボケ。さっき俺歌ってたんやけど、はい、なんか動画とか撮ってたんでしょ。笑ってたんでしょ。これだけ言わして、ね、ここのグループのリーダー誰。ユリーさん。もう一回言って。ユリーさん。せーの、ユーリーさん。そうでしょ、はい、なんで俺がさこの状態になってるのか意味がわからない。お前らがもっと助けないと俺を。まあいいわ。で、はい、とりあえず歌いました、うん、人がまずいない。だってこの時間やもん、うん、今何時。9時半ね、はい、人おらんよそら。そうですね。でまあバー歌いました。人止まりません、はい、何やったらこの前と一緒は変態を見る目をしてた。みんなほんまにもう仕方ないから、これはもうピーに相談するしかないと。ちょっと見てくれる。これ妙殿駅全く人止まりません、はい、心が持ちませんと、はい、帰る選択肢はありますか。まあ笑いをつけて。そうね、ね、うん、ちょほんまに言ったら怒られそうやから。一応笑いをつけて言ったらびっくりするよ。何、行徳なら人はいるはずね。はいはい、はいはい、やる場所は保証できんが、人ならいる。ね、一番最後に GO GO。
あのさ、はい、あ鬼やで絶対マジでほんまに9時半行徳行って路上やるやつおらんって絶対だからいいんじゃないですか。だからいい他人事見たらほんまにやめてJR と JG ってさ、そのジギービーが電車で GO でしょ、うん、だお前らも含まれてんねんって言うけど な笑ってるけど江戸時代とかお前戦国時代っていうのはお前リーダーを立てんねんいや今平成なんでお前らは立てれてない。まあ、ということで次は行徳行きます。行徳、うん、じゃあ行徳行きましょう。4駅目の行徳に行きます。行徳行きましょうか。はい、じゃあ次は行徳です。リーダーなんや元気出してやってきました。行徳やってきました。やってきました。なんでさそんなにさなんか笑顔で入れるのか俺にはわからないほんまに。まだだって4駅目ですよ。4駅目でこれやねんで一番やばいやん状態的にはやろ。まあでもやってきました。行徳行徳やってきました。てらー見えるかな。見渡す限り、ね、あのね、さっきよりも全然人はいるし、賑、ね、やかですね、うん、まあまあまあちょっと期待しつつも、うん、まあさっきのちょっと心の傷を癒す小判ありますけどね、うん、という意味でもちょっとね、頑張ってやっていきたいです。そうね、時刻はね、何時ですか。10時。10時。10時ね、少女ライブちょっと頑張ってやっていきたいと思いますので、はい、仕切り直してやっていきたいと思います。それではレッツゲーにしたり行きましょう。心配ないよ、もう終わるよ。すみません、駅前小判ですまた申します。じゃあ今こうあれなん東西線で路上ライブ続けてて、そうなんです。そうなんです。すぐやめます。はい、すぐやめるんで。東西線限定ですか。東西線で今、はい、あの全国行ってます。全国行くので今東西線なんですよ。はい、各駅各駅やってるんですよ。各駅やってるんですよ。はい。そうなんですよ。西船から始まって今4駅目なんですよ。あ、そうですか。はい、やっとちょっとできたかなと思ったらすいません。それはそうなるわ。すいません。よかったらいらんわ。はい、あのジギービーと言います。はい、ジギービーさん、はい、まだ調べてみてください。すいません。はい、ちょっと全国回ってくる、はい、ということで行徳駅フィニッシュでございます。いや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 、残念でしたね。ということで、はい、行徳でスタートして、でもね、でもね、はい、初めちょっとね、カップルの人が見てくれてたりだとか、そうね、止まってくれてたね、遠いところからちょっとこう見てくれてたりとか、拍手とかしてくれてた。そう、めっちゃ嬉しくて、うん、痛にってしてたでしょ。で、さっき俺落ちてたやん、うん、もうそれが一気に回復するぐらい、うわ、行徳めっちゃいいやん。よっしゃ、あらま見っけた、今さら帰れないよで歌ってたら警察が来たというね、ノリです。はい、さあもうそれこそ3駅、はい、全部俺拗ねてるやん、全部しょげて、だってすぐ落ち込むんだもん。いやだから落ち込まへん、お前らがアホやと思うよ。それは変態やって絶対ほんまに。いや、しょうがない、俺が普通や、通常やって。だって分かってたわ。じゃあしょうがないよ。まあまあだから、だからまあでも決めて決めて、うん、もうこれからはめげずに、お、もう頑張ろうと。お、だから次どこ、次南行徳。南行徳見とけよ、南行徳。なあ、いいとこあるといいね、ほんとに。まあでも路上の旅やから、うん、もうほんまに気持ち切り替えて、そう、もう俺はポジティブにいく、そう決めた。この東西線多分一個一個難しいと思う。でも俺はめげない、くじけない、泣かない、これでいく。ということで今日は妙殿では人が全然止まらず、行徳では警察に止められ、2日目ですけど正直4連敗でございます、ね、でももしかしたら次勝てるかもしれないっていう思いで頑張っていくので、ね、ジギービーの JR でジジーよかったら皆さん応援してください。それでは今日はもう帰ります。さよなら。